皆さん、お疲れ様です。SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方、ぜひチャンネル登録の方、よろしくお願いします。Twitter、Instagram のフォローも、ぜひよろしくお願いします。それでは、始めましょう。はい、昨日、TV プロモーション、伊藤正幸代表が、カシメロと契約したと、伝えましたね。そして、またちょっと面白い情報が入ってきました。カシメロのファイトマネーどれぐらいなのか、まあこれずっと気になってたんですよ。どれぐらいなのか、まず12月3日の赤穂亮選手との試合がいくらだったのか、これがなんと1800万円、ファイトマネー1800万円だったらしいんですよ。いやこれは破格ですよ。ノンタイトル戦で、まあ軽量級のノンタイトル戦で、まあもう本当アジア管轄ですよね。うん、まあそれで1800万円は破格です。これぐらいもらえるとこないんじゃないでしょうか。カシメロにとっても1800万円というのはもうかなり今までで高い金額ですよね。もうかなり上位ですよ。はっきり言って軽量級の世界戦でも、まあフライ級以下とかだと普通の世界チャンピオンでも1800万円ってまあもう本当高い方かもしれません。ちなみにカシメロは今までファイトマネーどれぐらいもらってたかというと、テテとの試合が、推定850万円、バトラーとの試合がまあこれも850万円推定、まあバトラーとはちょっと行われなかったんですが、そしてカシメロが一番もらった金額というのがリゴンドー戦の、まあ、約1900万円、これが最高ということですね。いやもうだからこれはすごい破格ですよね、ノンタイトル戦で。いやーこれ TV プロモーションだからすごいお金あるんですねと思いました。そしてまあ3試合契約結んだということで、これがいくらぐらいになるのかというと、3試合で1億ぐらいらしいです。まあ伊藤代表がそう言いましたね。いやこれはすごいですよ。これも世界チャンピオン並みですよ。3試合で1億っていうのは割ともらう方の世界チャンピオンですよ。もう軽量級の中では破格です。いやどっからこんなに、誰が出資してんですかね。いやカシメロこれはまあ当然契約するわなと思いました。まあ次の相手誰になるんでしょうか。まあカシメロは やはり数字ありますからね。まあ特にアジア圏では数字を持ってます。まあ特に日本フィリピンではもうすごい数字を持ってますね、カシメロは。まあカシメロが試合することによってまあこれ以上の利益を得れるのじゃないでしょうか。まあこのペーパービューの時代です。いやーこれもう本当に対戦相手気になりますね。そして今カシメロが誰と戦いたいか、これ A サインボクシングの方 YouTube の方でインタビューありましたね。カシメロが今戦いたい相手3人挙げるとしたら、まずは井上尚弥選手が出ました。まあこれ全員やはり上を目指す選手は井上尚弥選手というのが目標にありますよね。そしてもう一人がルイス・ネリですね。いやこれも一回もうネリとカシメロというのは試合が決まりかけていたんですが、ネリ側がまあ断ったという形でしょうか。そしてもう一人がノニト・ドネアと戦いたいと言っております。まあフィリピンって言ったら、まあ、ドネアを倒してこそやはりもう全盛期が過ぎたとはいえ、ドネアっていう名前が強いですね、フィリピンでは。ドネアを倒してこそ一番なんじゃないでしょうか。まあこういったところですね。まあこの3人はまあお金になる、まあ強い、まあ本当のまあ強さっていうのはやはりプロとしてお金にも現れてきますよね。
それが評価です。まあ本日のニュースはまあそういったところなんです。そして本日はまあちょっともうこれ話変わるんですが、ナバレッテとウィルソンのスーパーフェザー級王座決定戦ありますね。これがなんとも奇妙な、奇妙というかもう闇があるんですよね。まあ前日計量が体重計細工されている。まあそうオーストラリアのこの公式メディアが報じたんですよ。これウィルソンの方がまあスーパーフェザー級に仕上げたところ、体重がやたらもうフェザー級リミットに近いぐらいの体重が計測されたようです。そしてナバレッテはまあ計量をクリアしたらしいんですよ。まあナバレッテはリミットいっぱいといったところでしょうか。これナバレッテがもう体重作れてなかったという噂がありますね。そこで体重計を細工。いや WBO、 これどうなんでしょうか。これオーストラリアのこの公式メディアがこういう風に報じておりますので、これただ事じゃないんじゃないですかね。いやーこれ、いやボクシングっていうのはやはりね、この経済力って、経済力というか、まあこういうこともまあたびたびあるんですよね、体重計細工というのが。これ興行として一番怖いのがまあ試合が流れちゃうことですよね。両者がまあ合意しなければ試合中止にできるんですよ。興行大赤字ですよね、そうなると。まあこれを避けたかったのかもしれませんね。まあこれ知ってる限りだと、まあカシメロ、あのバトラーとの、まあ、中止になった試合で、まあ体重計細工されてて計量場になったというのもまあこれあるんですよ。まあ、これ真相の方が定かじゃないんですが、まああれは MP プロモーションが絡んでいたので、これ何とも言えないんですけど、まあかなり闇ですよね。これボクシング界の暴露をする協会の人が現れるかもしれませんね、 YouTube で。まあこれ闇です、はい。まあとにかく今日はそういったところです。そして今日ナバレッテと、まあこれアップする頃にはもう試合始まってるかもしれませんね、ナバレッテとウィルソン。まあこれ勝った方がスーパーフェス WBO フェスーパーフェザー級チャンピオン。どうなるでしょうか。おそらくナバレッテがこれ勝つんじゃないでしょうか。まあそうなるとフェザー級にも関係してきますよね。楽しみに待ちましょう。それでは本日はここまでです。皆さんチャンネル登録の方お待ちしております。以上です。ありがとうございました。